トゥンソン駅は、タイ王国南部、ナコーンシータンマラート県トゥンソン郡にある、タイ国有鉄道南本線の駅である。トゥンソン駅は、タイ王国南部、ナコーンシータンマラート県の人口80万人が、暮らす、トゥンソン郡にある。町の中心部に位置するため、利便性が良く、駅の正面側が、市街地である。当駅は一等駅であり、すべての列車が停車する駅でもある。1日に22本の列車が発着しその内訳は、特急3往復、急行2往復、快速4往復、普通2往復である。旅客呼気施設のほか、貨物取扱施設や車両基地があり、広い範囲に鉄道施設が設置されている。1914年1月1日、タイ国有鉄道南本線関端支線のトゥンソン分岐駅不和用途駅間の全通に伴い、終着駅として開業。9ヶ月後の10月1日にパッタルン駅まで路線が延長されたことにより途中駅となる。さらに1915年2月14日に当駅より北方のバーンナ駅まで開業したことにより分岐駅となる。1916年にはバンコク方面への路線も全通した。単式1面及び島式2面の複合型ホーム3面3線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。南本線と関端支線の分岐点にある公園に退役した蒸気機関車277号機が生態保存されている。ありがとうございます。